しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ほっほう。いらっしゃいましたね、桐生さん。それでは、そして今回のライズアップチャレンジの評価ですが、トレーニング結果はグッドです。次はこれで今回のライズアップチャレンジは終了ですね。お疲れ様でした。あれあれあれ、もしかして桐生さんですか？うほー、本当に桐生さんだ。お久しぶりです。お前は誰だ？グビビビビ。ちょっとちょっと、忘れないでくださいよ。育ちですよ、育ち。育ち道場を経営していた。ほら、育ち、育ち。あ、お、全然思い出せない。ひどいですよ。かなり昔に一度闘技場でご挨拶させていただいたんですけど、まあでも挨拶程度だったし、忘れてしまっても仕方がないか。なんだかすまないな。いえ、なら改めて自己紹介させていただくのみです。僕は育ち安男。かつて育ち道場という道場を経営していたものです。桐生さんのお友達の冴島さんにすごくよくしていただきまして。ほう、冴島の知り合いなのか。桐生だ、よろしくな。しかしさすが道場主だな。すごい肉体じゃないか。そうでしょう。でもね、実はもう道場は畳んだんです。門下生や冴島さんとの思い出が詰まった僕の大切な場所だったんですけどね。そうなのか。もしかして何か重い理由があるのか？いや全然、
土地の価値が急上昇しましてね、売り時だと思って売っちゃいました。売りたくなかったんですけど、額が額でしたから、背に腹は変えられんですからね。で、そのお金で自分磨きでもするかなと思ってここに通い始めたら、こんな肉体になれたんです。結果にコミットするってのは本当なんですね。なんだ、お前もここに通ってるのか。てっきり自分の道場で鍛えたのかと思ったぜ。全然、僕道場主でしたけど、喧嘩なんて一度も勝てたことなかったですから。いやー、しかし道場を畳んで正解ですよ。こんないいジムができたら勝てるわけないですもん。あんな貧弱だった僕がこんな屈強な男になれるんですからね。そうだな、じゃあ俺はこれで。ちょ、キリュウさん。いや、キリュウ、待てこら。あ、なんだ。怖い。でもこれを乗り越えないと。よし、やいや、キリュウさんじゃない、キリュウ、僕と、いや、俺と勝負してくださいな。勝負？お前と？そうですよ、僕はね、ずっとキリュウさんや西島さんみたいな強い人に憧れてたんです。いつかあの人たちみたいになりたい、そして勝ちたい、ずっとそう思っていました。でもそんなの無理だと思って諦めてた。この肉体を手に入れるまではね。ほう、今の僕はあの頃にはない驚異的なパワーがある。これがどんなものか試してみたいんですよ。憧れの桐生一馬にどれだけ近づけたのかをね。ああ、ちょっと帰らないで。めんどくせえな。悪いが、そんなのに付き合う暇はないんでな。くぅ、いいもん、いいもん。それなら、こっちから行きますよ。ダメだ、全然歯が立たない。確かにガタイはいいが、動きに無駄がありすぎる。せっかくの力を生かせてねえと思うぞ。ですよね。僕も道場主をやっていたので格闘理論には長けているつもりなんです。でも頭で分かっていてもそれを体でうまく実践できなくて。はあ、どうすればいいんでしょうかね。まあ練習を積むか経験を積むしかないんじゃねえか。やっぱりそうですよね。わかりました、キリュウさん。僕、この体を生かせるようにもっと練習してきます。強くなったらまた挑戦させていただきますので、その際はお手合わせお願いしますね。ああ、え？まだやるのか。もちろん、キリュウさんに勝ちたいし、自分の格闘理論が正しいことを証明したいですしね。もしキリュウさんに勝って格闘理論も証明できれば、それを宣伝して超人気の道場を作ってボロ儲けできますしね。カムロ町に金の雨が降るぜ。ということで、またよろしくお願いしますね。それでは、さようなら。やれやれ、また面倒なことに巻き込まれちまったぜ。
さん、僕ま…ああ、構わないぜ。やったー、ありがとうございます。じゃあ遠慮なく。死ねえ、キリュダンラガン食っちまった。なんだ、お前は。中国人だな。西洋界のもんか。なんだと。今この町にいる中国人で悪そうなのはみんな西洋界の人間だ。ふん、俺は西洋界なんかじゃない。あんな連中と一緒にするな。なら、お前はなんだ。お前こそなんなんだ。初対面でいきなりふざけたやつだ。展開地通りで、あんたが道に黒いゴミ袋を置いてったって話を聞いてな。何？そのゴミ袋が爆発した時、ちょうど俺も現場にいたんだ。やっぱりお前らが爆弾を仕掛けたんだな。もしかしてお前にその話をしたのは案内所の男か。だったらなんだ。なんとなく奴に見られていたのは分かっていた。どうやら俺の顔を知っている男だったわけか。となるとあいつの口も塞がなくちゃな。だがまずはお前からだ。何なんだお前。そいつはこっちのセリフだ。西洋界じゃねえってんなら、お前らは何だ。町のど真ん中で爆弾なんか使いやがって。素直に吐くとでも思ったか。待て！止まれ！これはまずい！もうちょっと、もうちょっと。
加減吐いてもらうぜ。採用会じゃねってんならお前らはなんだ。どうせ俺らが名乗ったところでお前にはわからないよ。どういうことだ。俺らもかつてはカムロ町で名を知られた組織だった。それこそあの東条会と肩を並べた時もある。なんだと。我々の組織の名はジャカだ。ジャカ。そうか、なるほどな。確かにその名前を聞いたのは久しぶりだ。お前ジャカを知ってるのか。最強最悪と恐れられた中国マフィア、ラウカーロンという男が総帥だった。そうそうそうなんだよ。あいや嬉しいね。若い頃はラウカーロンに殺されかけたことがあった。その時は堂島組にいてな。俺は桐生一馬だ。桐生一馬だと。お前が、あの…お前が、まだカムロ町にいたんだな。他にも仲間がいるのか。ほとんどいない。リーダーは爆発前、街頭モニターに覆面姿で映ってた。あいつか。昔、日本に行ったジャカを潰したのはお前だろ。俺はその立て直しのために日本行きを指示された。立て直し？ラウカーロンが生きていればそれもうまくいったかもしれん。だが本国のジャカ幹部たちはすぐにその見通しが甘かったことに気づき、日本への興味をなくした。俺たちのことはもう日本に送り込んだことさえ忘れてしまっている。組織からないがしろにされてきたわけか。国に帰ることもできず、ただただこの町でその日暮らしを続けてきた。そこへ来て例の採用会だ。後からこの町に来た分際で我々の挨拶もない。東条会との抗争に夢中で、カムロ町にジャカがいるとも知っちゃいない。こんな屈辱があるか。おい、ちょっと待て。それじゃお前らまさか自分たちの存在をアピールするために、それだけのためにあの爆発騒ぎを。せめて採用会の連中に嫌がらせしてやりたかったんだ。お前らの気持ちも分からないわけじゃない。だが陰で採用会に喧嘩を売るのはやめておけ。俺が少し調べただけでお前らにたどり着いたんだ。採用会がその気になりゃすぐに足がつく。そうなりゃお前らに勝ち目はねえ。皆殺しにされるぞ。くそ。この先どうするかはお前らの勝手だが、無駄死にはよせ。爆弾騒ぎの件は目をつぶってやる。え？こっちもお前らに構っている暇はない。今まで通りおとなしくしてるんだな。桐生一馬、あいつが堂島の竜か。今の我々が勝てる相手じゃない。負けたよ。
伊達さんからだ。なんだ、伊達さんから頼み事ってのは珍しいな。わかった。何を手伝うんだ？プリペイドカード？なんだそれは。説明なしか。どうやら相当な急用らしい。プリペイドカードか。わかった。結構な額だな。なんか伊達さんメールだと妙に押しが強いな。なんて言ったか。ネット弁慶ってやつか。セレナのママには尻に敷かれてるくせに。困った人だぜ。わかった、後で連絡する。プリペイドカードを5万円分か。とりあえずコンビニに行ってみるか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あ、先生ですか。どうもどうも。もしもし、会ってくるように頼まれた。いらっしゃいませ。すまないが、プリペイドカードってのはあるか。あー、申し訳ありません。ただいま全種類切らしておりまして。そうなのか、間が悪かったな。申し訳ありません。いや、いいんだ。ありがとう。他の店を渡ってみる。何をやってんだ。ったく、時間食っちまった。気をつけろよ。おかげで助かりました。
らっしゃいませ。伊達さんからプリペイドカードってのを買うよう頼まれてるな。すまないが、プリペイドカードってのはあるか。1万円のやつを5枚欲しい。ありがとうございます。お会計5万円になります。ああ、頼む。ありがとうございました。よし、伊達さんに頼まれていたプリペイドカードを買ったぞ。連絡するか。買ったぞ。なんか妙な感じがするが。聞かずじまいだったし、用途ぐらい聞いておくか。何に使うんだ？ん？ずっとそうだったが何かおかしい。ちょっと探りを入れてみるか。今どこにいる？ほう、なら手渡しの方が早い。写真を送る方法知らない。これはいよいよ怪しいな。急いでいるなら手渡しの方が早い。俺もカムロ町にいる。反応がないな。ほう、そう来たか。どこで会う？わかった。よし、伊達さんかもしれねえが、ご対面といくか。落ちるぞ。時間食っちまった。気をつけろよ。おかげで助かりました。
取らせやがって何をやってんだ？手間取らせやがって。気をつけろよ。おかげで助かりました。
しばらく寝てろ。なんだあいつ、怪しいな。お前何をしているんだ。しばらく寝てろ。こんなことはもうやめておけ。時間食っちまった。なんだ？怪しい伊達さんと待ち合わせしたのはここだな。桐生さんだな。伊達さんってわけじゃないみたいだな。いや、私が伊達さんだよ。プリペイドカードを渡しなさい。仕組みはよくわからんが、手の込んだ詐欺だったってわけだ。渡さなくてもいいよ。奪い取るだけだから。
遅いぜ、伊達さん。大丈夫だ、解決した。お灸を据えた。わかった。これからも気をつけねえとな。鍵が。せやがって。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。